どうもはい。いやー、今年ももう終わりますね。はい。今現在時刻はですね、日本での現在時刻、はい、0時51分36秒、2017年12月26日火曜日深夜0時51分46秒7秒ロサンゼルスは朝7時みたいですね。はい。ということで、2017年12月26日どういうことか分かりますか？はい、クリスマス終わりましたね。はい。もう全くクリスマスという感じはしなかったんですけど、はい、まあ最後あと1週間もう今年ないんですけど、フルスピードでですね、最後お吉田なんか最後またセールスしてくるのか。はい。まあ今回はですね、プレゼントを用意しました。でこれ前もちょっとプレゼントしたんですけど、これまだ受け取ってないよっていう方はもうぜひ、まあ、これ今年多分これでもう最後になります。まあ、何かっていうと60万の、教材一式プレゼントします。60万の教材一式プレゼントします。で受け取り方法はこの YouTube の下に僕の LINE アット、登録できる説明欄に入れときますので、この60万の教材を吉田さんまだそれなんすかそれもらってないですよと。これね、先月だったかな、ちょっと配ったんですけど、まあ、それからもう全然配ってないですね。でまあ今年最後っていうことでこれまたプレゼントします。でまだ受け取ってません、初耳ですっていう方は、登録してください。ですでに僕の LINE アットに登録してます。だけど吉田さんこれ受け取ってないっすよみたいな、60万の教材受け取ってませんよっていう場合はメッセージください。すでに LINE アット登録してて、吉田さんとなんすか60万の教材みたいな、まあ、メッセージいただければ、12月31日までですね、12月31日までの期間限定での、プレゼント for you、 もうこれで多分終わりですね、プレゼントするのは。うん、はい、これ60万の教材プレゼントしますんで。はい。で、いや吉田さん、プレゼントも受け取りたくありません、動画も見たくありません、いやもう再生してないですね、再生してないですね。まあ今回の、1話目の、テーマはですね、一生飯を食えるスキルです。一生飯を食えるスキルについてちょっとお話ししようかなと思います。で、一生飯を食えるスキルって何だと思います？僕はね、この2つしかないと思ってます。この2つしか、トークスキル、ライティングスキル、もうこれしかないと思ってます。トークスキルかライティングスキル、どっちかです。この2つしかないんじゃないかなと、この世には。まあ他にもあるかもしれないですけど、まあ、この2つが個人、特に個人でやっていくんだったらですよ、組織としてやっていくんだったら、そのなんだ、人をその動かすマネージメント能力みたいなのは、まあ、あれば、マネージメントすればね、僕自分でやんなくてもやらせるってことできますけど、一人で稼いでいくんであるならば、まあ、このトークスキルとライティングスキルが大事かなと。例えばトークスキルで代表的な例で言うならば、そのなんかそのスーパーとか、なんか、カインズホームは違うか、なんだ、東京にあるカインズホームじゃなくて、なんだっけな、こういうマークのやつ、なんだっけな、カインズホーム的なやつ、カインズホームじゃねえんだな、あるじゃないですか、わかんないですか、わかんないですよね。いや、要はなんかそのフライパンとか、そのこの奥さん見てくださいと、この千切りがやばいんですとか、フライパン売ってる人いるじゃないですか、あれで稼いでる人は月200万とか300万稼いでるんですね、めちゃめちゃ稼いでる人、トークスキルじゃないですか。まああとはその実演販売ですよね、実演販売、あれもトークスキルだと思うんですけど、あとはなんだ、あれ一人でやってません？なんかデパートとかで実演販売してる人いてるじゃないですか、あれのトップクラスになると月200万とか300万とかもっといってる人いるのかな、前テレビで見たんですけど、たった一人でやってません？実演販売、トークスキルですよね。ね、あとセミナーとか講演できますよとか、
いや吉野さんトークが僕うまくないんです、人前に出たくありません、じゃあコピーしかないんじゃないですかと。ライティングで、ライティングに関してはなんだインターネットをやっていくとかであるならば全部文章ですから、全部文章じゃないですか。まあ僕は動画で今やってますけど、こういうねこうトークができませんっていうことであるならば文章じゃないですか。 Facebook 文章、メルマガ文章、LINE アット文章、セールスレター文章、全部文章で出来上がってません？だからこれ書けるようになったら稼げますよねって話なんですよね。はい、だからまあこの2つしかないかなと思います。で、なんで今回このテーマにしたかっていうと、このテーマにした理由は、僕もないろんなノウハウで売りました、売ってます、いろんなノウハウ売ってます。でね、昨日までクリスマスキャンペーンで 3N アフリエイトっていうねノウハウを販売してましたけどね、販売してましたよ。だけどノウハウももちろん大事なんですけど、ハウツーノウハウも大事なんですけど、やっぱここなんですよ。だから僕ね、ノウハウ販売してる人が言うなって話なんですけど、ノウハウ買ってもねうまくいかないんですよ、みんな。なぜならばこのスキルにフォーカスしてないんですよ、スキルに。ノウハウ買って満足だったりとか、ノウハウを買ってもやらない人結構多いんですね。だから結局ノウハウって意味なくないですか？買ってもやんなかったらどうすか？買ってもやらなかったら意味なくないですか？やれば意味ありますよ。でもやんない人多いんで、うん、でもこのスキルっていうのはもうなんかできることじゃないですか、自分が。で、多分おそらくなんですけど、僕のお客さんもめちゃめちゃ多いんですけど、要はこの ノウハウですよね。そのノウハウコレクターなんですって、まあ、今年もかなりいただきました。いや、いっぱいいろいろ買ってノウハウコレクターなんですみたいな。で、僕も今回その 3N アフリエイトっていうのを販売しましたけど、もちろん動画もねいっぱい撮りましたけど、セールスレター久しぶりに作りましたよ。うん、だそれ、まあ僕は動画で、まあ、集客したりとかしてるんで動画作ってますけど、まあ、それがそのブログで集客してセールスレターあれば売れますよね。だからまあスキルっていうのは絶対あった方がいいなっていう。ここで うまくいってないんだったらこっちにフォーカスするべきかなと僕は思うんですよ。こっちでうまくいってるんだったらいいんですよ。例えば教材ノウハウ買いました、うまくいきましたであるならばいいんですけど、多分ほとんどの人がなんか挫折したりとかやってなかったりとかしてるんじゃないかなと思います。で、そういうお客さんが非常に多いです。うん、で僕がですねインターネットビジネスを始めた時に何を思ったかっていうと、ここなんですよ、やっぱ。まあその時は何をやったら一生飯食えんのかなっていうのは分かんなかったんですけど、ただインターネットの世界でこの勉強すれば、インターネットビジネスを勉強すれば一生飯食っていけるんじゃないかなと思って始めたんですよ。で、始めた結果行き着いたのがトークかライティングです。トークかライティング行き着いたのが、で、少なくても、インターネットビジネスで稼いでる8割9割の人はこのライティングができます。もうネットビジネスで稼いでる人ほとんど8割9割ライティングできます。っていうかもう中級から上級になると必ずここ行きます。これね、登竜門なんです。中級から上級に行くと必ずこのライティングに行きます。なぜならばそのライティングの重要性を認識するんですね。初心者の段階は情報を受け取るだけなんで分かんないんですよ、その重要さに。だけど上級者になってくると、例えば、なんだ、この LP って言われるやつですよね。 LP っていうのがあって、まあ、ここにメールアドレスを入れてくださいよみたいな。要はこのリストを集めるためにこのページを作ったりしていくわけじゃないですか。あとはステップメールとか、まあ、LINE アットだって、最近 LINE アットもステップメール、ステップ機能あったりとかあるみたいですけど、まあ、そういうので組み込んでいく、自動でその収益上げていくっていうところもライティングが必要になってくるわけですよ。動画撮れるんだったらいいんですよ。だけど動画撮れないんだったらライティングしていくしかないんで、だからどっちかなんですよ、喋るか書くかっていう。喋るか書くか、ただしですよ、この喋るっていうことに関しても僕表に出て今こう動画撮って2年ぐらいになりますけど、もともと僕喋ってないんですよ、10年間くらい。喋れる理由っていうのは書いてきたから喋れるだけなんですよ。
僕いつも今今回このテーマで話してますけど、いつもまあ台本ないですよ。セミナーも台本ないんですけど、なんでこう喋れるのかっていうと文章書いてきたからなんですね。これだ、映画とかドラマとかも全部台本あるじゃないですか。もう一度言いますね、映画とかドラマ全部台本ありません？だ結構ね、やっぱライティングっていうのがやっぱ重要なわけですよ。どう考えても映画を作るにしても、映画を作るにしても台本ないと無理じゃないですか。役者さんどんなセリフ喋んねんって話じゃないですか。うん、ただまあ動画にしてもですね、まあライティングの技術があればいいよねっていう話です。でそのライティングの技術があった方がいいんですけど、ほとんどの人がこう挫折するんですよ。な、挫折。いや、吉田さん、なんとなく吉田さんの動画とか見てるんで、前もその動画見ましたと。確かにライティング重要だな、プレゼントもう受け取ってますよみたいな。確かにライティングの重要性わかるんですけどっていう。これね、ちょっとテクニックを今回お伝えしましょう、特別に。まずですね、多分これはちょっとマーケティングにもなってくるんですけど、これライティングは間違いなく重要なんですね。ライティング間違いなく重要なんですよ、当たり前で重要なんですけども、今回僕 3&8 っていうのを販売しました。でなんでそれを販売したかっていうと、その要はライティング重要だけど書けない人がいるわけですよ。書けない書けませんみたいな、わかります？ライティング、だから僕は、まあ、結構言ってるんですけど、ネットで最強の媒体はブログでしかないんですよ。ウェブ検索イコールブログ、サイトが出てきますよね。動画検索じゃないですよね、デフォルトが。で出てくるサイトっていうのはテキストじゃないですか。だからブログの媒体、ブログで文章を書いて構築、メディアを構築していくっていうのが最強なんですよ。で実際に今年、まあ、僕のコンサルに入った大学生がいるんですけど、大学生もブログをやって、全部ブログ、ほぼブログから集客して2000万以上売上作ってます。もう貯金で2000万なんで、売上ベースだと3000万ぐらいだと思います。貯金で2000万以上ですよ、今年で。今年だけで、じゃあその2000万のキャッシュ作った、もう貯金が2000万あるベース何かっていうとブログなんですよ。ブログから集客して、でそこから自分の商品売ってるんですけど、彼も結局そのライティングですよね。そう、この動画の下にちょっと入れときますよ、彼とその対談したやつあるんで。彼もそのコピー大事ですよってこと言ってるんで、彼は顔出ししてないですよ、顔出ししてないですよ。この下にちょっと対談の音声ちょっと入れておきますよ、彼との。で、まあちょっと話脱線しましたけど、ライティングが重要ですよっていうのはなんとなく分かってる、もしくは、大事だと思って、やってみた。だけど書けないですね。ここに対して分かります？ここに対して書けないっていうニーズですよね。わかります？ここの書けないっていうニーズに対してライティングするんですよ。これね、ちょっと高度なんですけど、どういうことかっていうと、書けないですよねと。なかなか文章書けないですよね。だったら動画ありますよみたいな。だったら動画でその 3A のアフリエイトっていうのがありますよっていうライティングです。結局ライティングなんですよ。わかります？まあもちろん僕はね、動画は結構や、今回も34本ぐらい撮ったのかな。だからトークはありますよ、トークやってますよ。でもセールスレター今回作りましたけど、だここのニーズに対して結局ライティングでその案内していくわけですね。書けませんよねと、顔も出せませんよねと、トークもできないんですよね。じゃあこういうやり方がありますよっていうライティングじゃないですか。わかります？じゃあ結局ライティングなわけですよ。で僕がもちろん今は僕動画をめちゃめちゃやってるんで、動画のみでいけますよ。動画のみでも売ることは可能なんですけど、やっぱりそのセールスページがあった方がいいじゃないですか。なぜならばその商品が分かりますよね。だ要はこれができるんですね。今回もそうだったんですけど、そうそうそう、何ができるかっていうと、まあちょっと日付回ってますけど、今日1日コンサルをやってたんですね。僕5万円の1日コンサルやってたんですよ。で
コンサルやってたんですけど、じゃあこうやりましょうこうやりましょうって言ってたんですけど、コンサルやってる時に売り上げがペーパルの決済がチャリンチャリンと上がってたんですけど、どういうことかっていうと、例えばじゃあ僕いますよね、じゃあ僕いますよね、じゃあ相手いますよね、お客さんでコンサルしてるわけですよ。コンサルしてますよね。でこう時間こう共有してますよね。だけどレターセールスレターがあるわけですよ。セールスレターを Facebook とか、まあ、YouTube にも入れてますけど、そのメディアの中にリンクを入れといてセールスレターっていうのを、案内してるわけですよ。だからそのウェブで見てこのセールスレターにたどり着いて、このセールスレターが自動でセールスしてくれるんですね。自動で売ってくれるわけですよ。僕はここで時間やってるんですよ。ここにいるんですよ僕は。だけどウェブ上にこのセールスレターがあると自動でセールスをしてくれるわけです。だからこれ営業マンなんですよ。営業マン。だから分かりやすく言うと、ライティングが書けるようになると、ただで営業マン、有望な営業マンをただで雇えるんですよ。要は単純にあとはここにアクセスを流せばいいだけなんで、あとは勝手にこのセールスレターがね、セールスしてくれるわけじゃないですか。自動で。僕ここにいたんですよ今日。だけど勝手に売れてるわけですよ。でなんで勝手に売れてるかっていうと、これがあるからですよね。これがあるからです。だからライティングを書けるようになると、まあ、こういうことができるわけですよね。だから時間軸というか、まあ、普通であるならばここで時間を終わってまた何かお金稼ぐんだったらまた時間使わないといけないじゃないですか。普通だったら例えば営業だったら、まあ、訪問販売だったらピンポンしてセールス、ピンポンしてセールスですよね。だピンポンしない限りセールスできないですよね。ということは自分が1対1とかその、まあ、セミナーとかも全部そうなんですけど、自分の時間に対してのお金なんですよ。だけどこれは違いますよね。自分が寝てても遊んでても他の仕事してても勝手にセールスがかかるわけです。であとはネットの仕組みを使うとメルマガステップメールとか LINE のステップメールとかもあるので、それも活用すると完全自動で収益化できるわけです。でこれも何かでお伝えしたんですけど、やること非常にシンプルなんですね。本当にこれやることめっちゃシンプルですからね。はい、LP を作ります。このメールアドレスですね。でステップ流れます。でレターがあります。ただこれだけなんですよ。ただこれだけを作るっていう、これだけで自動化できるわけですよ。あとはここの LP にアクセスを集めればいいんですよね。この LP にアクセスを集めればいいだけなんで、この LP に対して広告をかければいいんです。だ最近だともう Facebook 広告ですね。Facebook 広告、なんで Facebook 広告かっていうと単価安く出せるんで。で昔はその PPC とかね、結構情報系も出せたんですけど、今はちょっと厳しくなってるんであれですけど、今は Facebook がいいです。だこれやれば単純に Facebook の管理画面で今月どれぐらいのなんだ広告費使おうかなっていう、でこれの、売上分からこうやっていけば、ただそれだけなんですよ。あとなんかすることないんですよ。だから一回これを作っちゃえば、これ反応がいいものがこれ作れれば、あともう広告出すだけ、あと完全自動で収益が上がっていくわけですよ。でこれを作るためには何が必要なんですかっていうと、 LP をかけるスキル、ステップメールをかけるスキル、レターをかけるスキルっていうのが必要なわけですよ。で昔僕はそのこのずっと10年ぐらいこうライティングしてたんですけど、このレターっていうのもウェブページで作ってました。
要はそのフォントとかをなんかその装飾して画像ですよね、画像がキラキラしてるやつとか、まあそういうやつで作ってたんですけど、今僕全部 PDF です。 PDF ですよ今、ほぼほぼ PDF てか PDF しかやってないんじゃないかなみたいな。で PDF でもいけるんですよ。だからそのウェブの知識なくても PDF でいけるんで、だから要は文章書けるか書けないかですよね。うん、もちろんね、あの来年はその 3N アフリエイトっていうのをあの昨日までか販売してたやつをちょっとメイン機種にしたいんで、まあ、それはちょっとねウェブページのレターを作ろう、久しぶりにちょっとがっつり作ろうかなとは思うんですけど、基本僕 PDF ですから今、基本 PDF それでいけるんですよ。うん、だからまあその要は文章を書けるスキルっていうのは絶対あった方がこれ作れるよねって話なんですね。うん、で結局じゃあ、ノウハウを買ってる人たちっていうのはどういう人なのかっていうと、ここに登録してる人です。ここに登録する人です。え、吉谷さん今回吉谷さんの LINE アットに登録しろ言うじゃないですかと。そうです、その通りですよ、その通りですよ。いや、そういうことなんですよ、でもね、そういうことなんですよ、わかります。はい、で僕の場合は広告費を使いたくないんで、広告費を1円も使いたくないんで SNS を頑張ってるだけです。 YouTube とかね、 Facebook とか Instagram とかいろいろありますけど、無料で使える SNS をもう徹底的に使ってる。広告、なぜならば広告費を払いたくないからです。別に広告費払えばいいんですよ、広告払えばこれができるわけですよ。だけど僕は広告費を払いたくないんです。で、払いたくない理由も一つあるんです。なぜ払いたくないかっていうと、僕が教えてるお客さんっていうのが広告費払えないですよね。いや、吉谷さん広告費払えないんですと。っていう人が多いわけですよ。だったらじゃあ僕がですよ。じゃあ教えてる僕が、じゃあ広告費使いましょうっつって言って、これを教えたところでしょうがなくないですか。広告費使えないんだから。だからじゃあ無料の SNS を使ってどうやってアクセスを集めてどういうふうにやっていくのかっていうところを教えていかないといけないわけですから、僕自身が無料の SNS をバンバン活用していって、その初期費用ほぼゼロで集客してどうやってやっていくのかっていうのを教えていくためにも、僕は広告を使ってないです。この2年このやり方を知ってたし、このやり方をずっとやってきましたけど、僕は1円も広告費2年、表に出てきてますけどやってないです。1円もかけてないんですよ広告費僕。それは何でかっていうと、そういう理由です。今僕が教えてるお客さんっていうのは広告費払えないですよね。だから僕が SNS を活用して無料で、僕がこれやることによって僕にもノウハウたまるし、そのノウハウをシェアできますよね。また教材も販売できるし。だから今回のその 3N アフリエイトも結局僕が無料で SNS、インスタグラムとアメブロと、まあ、YouTube をこう徹底的に使ってることによって、作れたノウハウなんですよ。でこれがもし僕インスタとかも全然やってなかったらこれを教えるしかないですよねなわけですよ。でも本当シンプルでこれだけですからね、超単純です。あとは広告費を使うのか使わないのか、使うんだったらあの今の自動化もう管理画面見ていくら出すのかなっていうことだけと、あと制約率何パーなのかっていうのを見るっていうこと、数字を見ていくだけです。で広告費払えないよっていうことだったら SNS を活用して集客していくしかないですね。どっちかです。どっちやりますかと。どっちでもいいと思います。でこの仕組みを作る上で一番大事なのがライティングですよね。ライティングなわけですよ。ライティング。でこれをほとんどの人があの書こうとしないんですけど、僕はあの総合的に見て、書けるようになった方がいいんじゃないかなと思います。だから例えばこれね、稼げるアフリエイターもやってるんですけど、まあもしかしたら買ったことあるかもしれないですけど、アフリエイターでもレター書けるんですよ。稼いでるアフリエイターはライティングが重要ってことを知ってるんで勉強してるわけですよ。でどういうことやってるかっていうと、例えば有料の商品をアフリエイトするときも自分でレターを作るわけですよ。
この商品はこんな感じでこんな感じで、で僕から買うとこんな特典があってこんな特典があって、えここからインフォトップの特典申請はこうやってこうやってくださいと、でそうすると特典手に入れられますみたいなレターをかまして、でとあのアフィリエイトリンクのボタン作って、で飛ばして買ってもらったりとかしてるわけですよ。稼いでるアフィリエイターさんはね、自分でレター作れますよ。だワンクッションページですよね。そう、あとはそのアフィリエイトする時もそうなんですけど、うん、まあ、先ほどとちょっとに事例が似てますけども、これちょっと 3N アフィリエイトでもちょっと話したんですけど、要は、まあ、何かの SNS とかで、これ SNS ですね、まあ、SNS でこう集客するじゃないですか。でマネタイズポイントは、マネタイズポイントはどこかっていうと、アフィリエイトか自分で商品売る、どっちかなんですよ、大きく分けて。アフィリエイトするか、アフィリエイトするか、自分の商品売るかなんですよ。で自分の商品なかなか作れないじゃないですか。じゃあアフィリエイトになりますよね。じゃあアフィリエイトの制約率上げるためにはどうすればいいのか、これね一つ、まあ、ちょっと 3A のアフィリエイトでもちょっと言っちゃってるんですけどシェアしましょう。例えばこれ実際にやってる人がいるんですけど、パズドラの、はい、パズドラの、なんか、魔法、ま、パズドラ知ってますよね。パズドラ、ガンホーさんが作ったあのパズドラ、もう何千万人のユーザー数いるのかな。でパズドラがあの儲かってるのが魔法石っていうのがあるんですね。そのガチャを回すみたいな魔法石。魔法石っていうのがあります。これが1個80円とかで、まあ、売られてるんですけど、売られてるわけなんですよ。だけど子供たち魔法石買えないですよね、うん、パズドラのゲームはやって、やるんだけど無料じゃないですか。有料で魔法石買ってガチャ回せばもっと強いやつ出るっていうのは知ってるけど、お金がないからできないですよね。でじゃあまあ、ちょっとあんまり言うとね、ちょっと 3N アフィリエイトで言っちゃってるんであれなんですけど、まあそのパズドラ系のなんかその動画撮りますよね。まあ動画、まあその撮りやり方はまあちょっと 3N で言ってるんで、でまあ顔出しせずにまあやって、で、魔法石を無料で手に入れる方法みたいな、魔法石をタダでゲットする方法みたいなページを作るわけですよ。でそこになんで魔法石をタダでゲットできるのかっていうライティングですよね。なんで魔法石どうやったらタダでゲットできるのかっつって、でここに登録すると、ポイントがもらえて、ここに登録するとポイントがもらえて、そのポイントを、お金に換金して、まあ、この魔法石を買うことができますよみたいなライティングページ LP ページを作るわけですよ。でそうするとここのアフィリエイトの制約率が上がるわけですよね。なぜ無料で魔法石が手に入れられるのか、その秘密は何なのか。それはここに登録するとこうなってこうなってこうなるから、これがこうなりますよみたいな説明のレターですよね。でこれがあるとアフィリエイト、ここ、まあ、これがアフィリエイトになってるわけなんですけど、まあ、こういうのもあるわけです。まあ、いっぱいありますよ、いっぱいこういう系は。だ結局このページ作れるからですよね。そうで顔も出さず声も出さないっていうやっぱニーズが多いわけですよ。顔も声も出さないで稼いでいく。じゃあそうしたらもうまあどうそのね、3ヒンズで、まあ、もう販売終了しましたけど、販売終了しちゃいましたけど、あの動画っていうのもありますけど、でも一番稼げるのはこのページが作れるようになるってことですね。アフィリエイトするときも制約率上がりません。このページがあるのとないのじゃ、さっきのパズドラの例を少し言いましたけど、あるのとないのじゃ制約率違うでしょ。例えばじゃあこの動画あります、動画でなんかそのなんかここに登録、ここに登録すると、ここに登録するとなんか魔法石もらえるよだけじゃ分かんなくないですか。説明欄にここに登録すると魔法石無料でもらえるよっていうアフィリエイトリンクかますみたいな、これ分かんなくないですか。制約率、じゃあこのこっちにページに飛ばした方の方がどっちが制約率高いですかって話じゃないですか。
絶対こっちで説明ちゃんとしてて、まあそのベネフィット、まあベネフィットっていうのがあるんですけど、ベネフィットとか登録するとどうなるのかっていう、この登録するとめちゃめちゃいいよっていうところを書いてた方が絶対成約率高いじゃないですか。こっちの説明欄でちょこって書くより。で、アフリエイトでうまくいかない人っていうのはね、これも昔からそうなんですけど、アフリエイトでうまくいかない人っていうのはどういうブログになってるかっていうと、もう典型的ですね、こうブログですね、典型的な例、アフリエイト稼げない、とりあえずバナーを貼るっていう、バナーとりあえずバナー貼っとくみたいな。バナー、これね、昔からねこういう人いてるんですよ。いや、アフリエイトバナーを貼ってみましたみたいな、これね、ようあるんですよ、ようわからんみたいな。アフリエイトの成約率を上げるためには、それをクリックさせるための誘導する文章だったり、その成約率を上げるための文章っていうのが必要なわけですよ。もちろんこのサイトにね、このサイトにめちゃめちゃアクセスがあればまた別ですよ。そのまあ数の理論なんで、まあアクセスがあればこのバナーをクリックしてアフリエイト登録、なんかその商品ね買ったりとかする可能性はありますけど、ここに文章があるのとないのじゃ全然違うわけですよ。例えばここでこのバナーではなくて、この商品が、すごくこんな感じでいいんですよっていうライティングがあるわけじゃないですか。この商品は、ちょっと不細工だな。この商品が、こういうところが良くて、こういうところがダメで、だけどこういうメリットがあってこうなんですよと。で、これはこうでこうでっていう文章があって、欲しくさせる文章が書けて、そこでアフリエイトリンク。こっちの方が絶対成約率上がりません。一方のブログはバナー広告貼ってるだけみたいな、ペタ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 バナー広告貼ってるだけみたいな、どっちから買いますかっていう話なんですよね。絶対こっちの方が成約率高いに決まってるわけじゃないですか。で、そもそも例えばブログとか、まあ、全部の SNS とかもそうなんですけど、最初からいきなりの PV 数っていうのは、アクセスっていうのは稼げないわけですよ。少ないアクセスから成約率を上げていかないとお金にならないんですよ。もう一度言いますね。少ないアクセスから成約率を上げていかないとお金になりづらいわけですよ。ね、じゃあブログ開設してからすぐなんで100万 PV のブログ作れますみたいな。ないでしょ。1日で100万 PV のサイト構築無理だよ。無理でしょ。最初は少ない PV なんですよ。何やっても。インスタグラムやります、何やる、何でもそうなんですけど、全部のメディアそうです。最初ストックしていかないと、ある程度ストックしていかないとアクセス増えていかないんで、わかります。じゃあその少ないアクセスから成約率を上げるためにはライティングが大事なわけですね。バナー広告をペタペタ貼ってるブログなのか、ちゃんと文章が書いてあるブログなのか、どっちの方が成約率高いですかと。ですよね。だ、これ顔を出さないアフリエーターさんでも稼いでる人いっぱいいてるんですけど、結局文章やっぱちゃんと書いてるしうまいんですよ。だからここに気づいてないんだったら気づくべきだし、気づいてないんだったら気づくべきだし、気づいたらやるべきなんですよ。気づいたらやるべきなんですね。いや、吉田さん気づいてるんですけど、いや、それめんどくさいんですよっていう場合は、来年また3Nアフリエートね販売しますんで、それ買ってください。来年また 3N アフリエイト販売するんで、その場合は、いや、吉田さん、それ確かに、まあネットはほぼ、まあ確かに吉田さんの言う通り、まあ文章できてるよねと、まあ僕も文章を見てセールスレター見て買いましたとか、メルマガ見て買いましたとか、メルマガ見て登録しましたとか、 Facebook の文章を見て登録しちゃいましたとか、欲しくなっちゃいましたとか、確かに経験ありますと。ただそういうことは、ということは自分がお金払ってるってことは、やっぱライティングだなみたいな。いや、だけど吉田さん書くのがきついんですよと。はい、来年また 3N アフリエイト販売しますんで、それ 3N アフリエイト検討してください。はい。でも、この動画見られてる方の中で、いや吉田さん確かにそうですねと、ライティングやっぱスキルあった方が絶対いいですよねと思う方は今回ですね、プレゼントの60万円のプレゼント内容何かっていうと、
コピーライティング道場。コーヒーになってるな。コーヒーになってるな。コピーライティング道場。道場。二期。僕はですね、ドリームアカデミアっていう塾やってるんですけど、それ以外にですね、このコピーライティング道場っていうのをやってました。で、2期は今年終わったんですけども、あのこの2期、もう直近でやってたこの2期でね、これ60万ですね。はい、ここでやってた有料のコンテンツを無料でプレゼントします。60万円の教材の一式を全て無料でプレゼントします。すべて無料です。1円も払わなくていいんですよ。無料です、はい、だからもし本当にそのライティングの重要性を感じてあ、これやらんとあかんなと、やっぱスキルつけんとあかんなっていう、そこに気づいたであるならば、このプレゼントもう多分ね、まあ、前回もなんかシリーズで多分動画撮って、いやこれ最後ですみたいに言ってたんですけど、すいません、もう一回やります。まああと、あの今年もあと何日だ、今日26日ですから、26日なんで、26、27、28、29、30、31、6日間のみですね。はい、もうこれ最後です。すいません、今年最後です。はい、だからまだこの、60万円の教材を受け取ってないという場合は、僕の LINE アットに登録していただくと、友達に追加していただくと、その自動返信メールの中にこの、60万の教材の受け取り方法が記載されているリンクがありますので、そこから飛んでいただいて、その、指示に従ってこれを受け取ってください。で、すでに LINE アットに、僕の LINE アットに登録してるよと、だけど吉田さんこれまだ受け取ってないですっていう場合はですよ、場合は、僕にメッセージをください。もうすでに登録してます。でもこれ、受け取ってませんっていう場合は、僕に直接メッセージください。で、そうしたら僕が、プレゼントしますので。はい。ということで、期間限定、本当に12月の、31日までの期間限定でのご案内となりますけれども、まあ、今年最後ね、まあ、プレゼントの中ではこれは僕が、まあ、今年ね、ちょっとこれ、2ヶ月前か1ヶ月前ぐらいにこれやったんですけど、プレゼント今年最後なんかできるものあるものあったとしたら、まあこれがまあ最強かなと。60万の教材ですから、はい、しっかりと受け取って学習してほしいかなと思います、はい、ただし難しいですよ、はっきり言いますけど簡単じゃないです。よくね、 あとねこれもちょっとお伝えしておきましょう。本音を、僕が10年間書き続けてきた本音をお伝えしておきます。よくですね、コピーライティングの教材とか売られるときにね、コピーライティングの教材とか売られるときにテンプレートあります、はい、このテンプレートさえあれば稼げるんですとか、まあ僕もやってきましたよ。僕もやってきたんですけど、テンプレートがあれば稼げますとか、あと何のパターンあるかな、あとまあスワイプファイルプレゼントとか、なんかまあいろいろ、まあで基本的にまあテンプレート系多いですね。このテンプレートに当てはめるだけで稼げますみたいな、あよくあるんですよ。で結論言うと、そんなんで稼げたら苦労せんへんと、これ言いますけど、みんなテンプレート通りにやったらみんな同じ文章になるじゃないですか。もう一度言いますね、みんなそれテンプレート使ったらみんな同じ文章になるじゃないですか。無理です、稼げない。それじゃはっきり言います、テンプレートだけでは稼げないです。稼げるとするならば、テンプレートというライティングをするして売ると稼げます。ちょっと分かりづらいんですけど、テンプレートを使って、稼げないんですけど、テンプレートを売りますっていうライティングは稼げます。分かります、ちょっと分かりづらいかな。テンプレートを使って稼げないんですけど、テンプレートを、販売しますよっていう、ライティングは稼げます。なぜならば、なぜならば、お客さんは考えたくない、楽して稼ぎたいっていう人が多いわけですよ。ね。だから、テンプレートですよと、これさえあれば稼げますよっていう。まあ、ノウハウもそんな感じですよね。
これさえあればみたいな。僕は本音を言いますけど、テンプレートで稼げたら苦労しないよと。10年書き続けてきたけど、そんな甘いもんじゃねえと。そんな甘かったらね、苦労せへんと、はい、だからまあ僕もコピーライティング道場やってきたんですけど、めちゃめちゃそこでねやってきましたけど、教えてきましたけど、甘くないです。だってそんな甘かったらみんな億万長者になれません？そのライティング極めてる人は億万長者になってるわけですよ。じゃあそれが簡単に稼げるものであるならば、みんな億万長者じゃないですか。そんなのはみんな簡単に稼げます。テンプレートだけで稼げます。みんな億万長者ですよ。無理です。ただ一つ、いや吉田さん、それは夢ないじゃないですか。じゃあ一つだけテクニックを教えておきましょう。これはね、これなんです。テンプレートというよりかはもうスワイプファイルですね。スワイプ、要は真似る、元です。真似る元、真似る元、要はセールスレターを書くんだったら、セールスレターを書くんだったら、なんだ、その今売れた、例えば自分が、なんだろうな、自分が例えばじゃあアフリエイトの教材出すと、アフリエイトの教材出すってなったら、場合はじゃあアフリエイトで売れてるセールスレターをスワイプするわけです。スワイプね、スワイプで、それを真似るわけです。で、要はそれをいいところを切り取って、アレンジ力ですね。スワイプファイルを使ってアレンジするっていう、まあアレンジですね。どこの部分をどう使っていくのかっていう、だそれさえあればいいです。テンプレートというよりか、ここはね、自分でアレンジする力、スパイスを少し入れられる。だって丸々コピーはダメじゃないですか。だから結局売れてる雛形っていうのがあるわけですよ。これ実際に知ってます？これ知らない人多いかもしれないですけど、楽天って、楽天市場って、実は楽天市場の売り上げをアップするコンサルみたいなの売ってんですよ。楽天って知ってました？楽天市場って、まあ、このちょっと楽天市場見てほしいんですけど、楽天市場見てください。楽天市場は物販やってるんですけど、ランキングがあります。ランキング、全部のものにほぼほぼランキングがついてます。例えば米の、米も売ってます。卵も売ってます。じゃあ卵のランキングとか、米のランキングとか、まあ食い物も売ってますから、基本的にランキングがあるんですよ。でそのランキングに出てる1位から10位、ここねほぼ一緒なんですよ、レターの作り方が。でこれはなんでレターの作り方が一緒かっていうと、その楽天が、楽天さんがその売れるそのセールスページのノウハウみたいなのがあるわけですよ。それはそうですよね。そのだって全部のデータ見れるわけですから、全部のデータを網羅してるわけじゃないですか、楽天さんっていうのはね。だからこのショップのこのレターは反応いいなっていうのが分かるわけじゃないですか、データで出てるわけですから。だからそれをこういう風なレターって、こういう感じでページ作ると売れるようになるんで、この通りにやってくださいみたいな。でこのそういうページができたらアクセス流すようにちょっとやるんでみたいな、そんな感じです。まあざっくりですけど、だからみんな1位から10位ぐらいのレターっていうのはほぼ一緒なんですよ、作り方が。お客さんの声のやり方とか、その商品、食い物だったらその食い物を美味しく見せる写真の撮り方っていうのもレクチャーしてるんですね。どうすれば美味しく撮れるかっていう写真のレクチャーもしてるんですよ、楽天市場って。でそれで別でまたなんかそのコンサルの料金があるんですね。何十万か忘れましたけど、そう。でそれをまた楽天市場を貸すのにお金をチャージして、さらにそこで売り上げを上げるためのノウハウがあるよって言って、それも売ってるわけですよ。うまいですね。でしかも楽天で売り上げを作ると何パーかこう抜かれるっていう、すごいビジネスモデルですよね、楽天さん。そうですよね。楽天市場を貸して手数料も取って、顧客リストも共有して購入してでですね、しかもここで売り上げを作るためのノウハウも売るみたいな、すごいですね。すごい。だからね、いろんなそのレターっていうのは見た方がいいです。僕も一番最初やってたのが、情報ビジネスをやるんであるなら、情報系行くんだったらですよ、情報系お金儲けとかもし行くんであるならば、インフォトップ、インフォカート、これ毎日見てました。インフォトップとインフォカートの、ランキング1位から10位をひたすら見てました。毎日ですよ、毎日1位から10位をひたすら見るんですよ。
で、そうすると型が分かるわけですよ。ヘッドラインとかサブヘッド、お客さんの声を最初に持ってくるのか、物語が入ってんのかっていう、ある程度いろんな型があるんですね。だ、楽天では楽天で反応する型があるし、情報系お金儲けするにはその型があるし、ダイエットの教材だったらダイエットが売れる型っていうのがあるんです。で、その型っていうのはスワイプファイルでいいんです。だ、これを持ってればいいだけです。スワイプファイルっていう真似する元ですよね。要は書けないっていうのは、真似する元がないんですよ。吉田さん文章書けないんです。それは書けないですよ。天才だったらね、全くない状態が書けるかもしれないですけど、僕も天才じゃないんで、このスワイプファイルですね、まあ僕はもう10年以上やってるんである程度感覚で書いちゃってますけど、最初はそのスワイプファイル、いろんなのを見て、あ、なるほど、こういう感じなんだなっていうのを勉強してました。大体一緒ですから。だからそこの基礎ベースっていうのをですね、まあそういうのを見ていただければいいんじゃないかなと。これからなんか書きたいと、 LP とかね、レターを書いてそのライティングをしっかりやっていきたいっていう場合は、毎日見ることです。僕は毎日見てました。で、プラス僕の場合は見るだけじゃスキルアップしないんで、見て書く、見て書く、見て書く、売るっていうことをやってましたけど、見るだけじゃダメですよ。ただ見ないとその書けないじゃないですか。見本がないと、見本がないと作れないですよね。だから書けないっていう人は見本がないんです。だから見本をたくさん用意しておけば書きやすいですよね。あ、こういうパターンがあるんだ、こういうパターンがあるんだ、こういうパターンがあるんだ、それを知ることです。だからテンプレート必要ないですよ、実は。で、そのスワイプファイルからできるだけちょっとオリジナルな表現をちょっとちょいちょい入れていくっていうことが大事です。じゃないとみんな一緒になっちゃいますよね。もちろん、反応が出るレターっていうのはある程度その文言も全部一緒なんですけど、やっぱ それが全部ライバル一緒だったらって話じゃないですか。ですよね。だから反応がいいレターっていうのはいずれ反応が悪くなるんです。みんなが使い始めれば、みんなが使い始めれば、最初は稼げるレターだったかもしれないけど、みんなが同じような文章だったらまたこんな感じかってなるじゃないですか。だからぐるぐる変わっていくんですよね。はい、ということでいろいろとお話しさせていただきましたけれども、まあ、コピーを真剣に勉強した方がいいなと思う、そこに気づいた人はですね、僕の LINE アット、こちら登録していただくと60万円分の無料教材ですね、こちらプレゼント購入させていただきますので、それを見て、しっかりと勉強していただければなと。まあ勉強するだけじゃ稼げないですけど、あとは書くか書かないかですね。書けば変わります。書かないと何も変わらないです。いや、吉田さん書けないんですっていう場合は、来年また 3N アフリート販売するんで、はい、ご検討ください、はい。まあ、今度販売するときは、ね、値段上がりますからね。今回のクリスマスキャンペーンで手に入れられなかった方は、もうどんどんちょっともう値上げ戦法でいきますこの期間終わったら値上げ、この期間終わったら値上げ、この期間終わったら値上げ、もうずっと値上げ値上げ値上げでいこうかなという戦略で今後やっていきますんで、はい、はい。ということで、まあ、ちょっと長くなりましたけど、この YouTube の下に、僕の LINE アットの、URL 入れておきますので、登録していただければ60万円分のこのコピーライティングの教材、60万円分の教材一式をプレゼントさせていただきます。はい、今年も残りわずかですけれども、まあ、何かその、まあ、スキルをつけるっていう、まあ、考え方になってほしいなと僕は思います。じゃないと一生そのノウハウを買い続ける。僕はノウハウコレクターさんの、なんだ悩みをね、いつも聞いてるんですけど、なんか一つに決めてそれを突き抜けてスキルをつけていただきたいなと思います。じゃあ何を突き抜ければいいのか、それはトークか、ライティング、これが鉄板です。間違いありません。トークスキルかライティングスキル、これ鉄板です。他にもありますよ、他にもいろいろあるんですけど、代表的なものを2つ、挙げろとしたらこの2つだと僕は思います。僕はね。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。